どうもこんばんは、ブレイズ秋田です。秋田県民体育大会、三重国体は結局中止になったんですけど、まあ、それのスタッフ選考会を兼ねた大会もついに、決勝戦ということで、相手は、JR 東日本秋田。 JR は去年の地域リーグチャンピオンシップでも優勝しているんで、まあ、文字通り、まあ、日本一ということになります。まあ、B リーグ以外のカテゴリーでは、まあ、とりあえずね、多分厳しい戦いにはなるんです。まあ、毎回、まあ、でも一昨年同じ、大会での決勝、一昨年あれは、前半をね、同点で終わるっていう、まあ、奇跡的な戦いを見せたこともあります。まあ、いろんな選手が入れ替わって、まあ、関東の大学の一部でやっていたような選手がかなり増えてきましたんで、まあ厳しい戦いにはなると思いますけど、まあ、必死に食らいついていきたいなというふうに思います。それでは、決勝戦の模様をご覧ください。Oh!